今日はエビフライです。3秒でできる作り方を紹介します。材料はエビ6尾。では移動します。これをつけてください。卵はあらかじめ溶いて入れます。小麦粉は入れすぎに注意してください。エビは丁寧にレーンに入れます。あとはボタンを押します。美味しいでしょ。3秒クッキング、今日は3秒餃子です。材料は豚ひき肉、白菜、塩コショウは少々、ニラとニンニクはお好みで、皮はピンと張ります。ここで具材を混ぜ合わせるんですね。あとはボタンを押すだけ。韭菜更好味，伴着大蒜香，葱再派葱葱葱，饺子饼皮里馅，火柱高升千尺，红红烈焰里转如接灯口。哇！3秒でできるので。忙しい朝などにもおすすめです。